Spinner。 こんにちは。本日12時のデイリーブリーフ、フラッシュニュースをお伝えいたします。グローバルニュースを素早くお届けするため、AI を使用したフラッシュニュースの配信を開始しました。デイリーブリーフのフラッシュニュースで最新情報をいち早くキャッチして、ぜひ皆様のビジネスにご活用ください。一つ目のニュースです。サムスン、業績悪化で投資家に謝罪。韓国の総合エレクトロニクス企業サムスン電子は、AI ブームの中で期待を下回る業績を受け、投資家に謝罪しました。2023年第3四半期の暫定営業利益は 9.1 兆ウォン、およそ1兆3800億円で、市場予想の 10.3 兆ウォンを大きく下回りました。特に AI 向け先端半導体の競争力に対する懸念が高まる中、株価は過去6ヶ月で約 30% 下落しています。次のニュースです。ファイザー改革案、元 CEO が提言。ファイザーの元 CEO イアン・リードは、投資会社スターボードバリューによる経営改善計画を現経営陣に提案しました。この計画は、ファイザーが新型コロナウイルス対応で得た収益を無駄にし、700億ドル、およそ10兆4000億円以上を企業買収に費やしたことを問題視しています。株価が低迷する中、リード氏は会社の立て直しが必要だと強調しています。最後のニュースです。中国成長率 5% 未達、構造改革が課題。世界銀行は中国の今年の経済成長率が 5% を下回ると予測しました。これは政府が目標とする約 5% には届かず、消費や企業の投資の低迷が原因とされています。最新の予測では成長率を 4.8% とし、2025年には 4.3% に減速すると見込んでいます。世界銀行、東、アジア、太平洋担当チーフエコノミストのアディティア・マトゥス氏は、刺激策だけでは長期的な成長には限界があり、構造改革が必要だと指摘しました。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナで、ハッシュタグ、デイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に、最新のグローバルニュースが届きます。次は、夕方18時にフラッシュニュースを配信します。良い一日を。